戦いたい人は誰ですか。でも正直マジでボンジョビに会いたいけどね。ああ呼んでいつ呼んでくれるの。無理でしょ。で俺結構期待してるのがあって、はい、やっぱりこう自分今度ライブツアーやるじゃん、はい、3月23日が最初舞浜、はいはい、俺ボンジョビ来ると思ってます。誕生日でもね、やっぱ呼んでくれてると思ってる。英語できないね、無理。マジで結構期待してるよ。頑張ります。夢叶わずすごいよ。でもスーパーチャット止まんないぞ。確かにすごい。誕生日だからかな。誕生日プレゼントってことかな。でもライブあるじゃないですか。確かに待ってます、ボンジョビ。呼んである。本当？嘘くさ。本日、はい、3月23日。ああ、何の日何の日。そんなことあるよ。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。28歳になってしまいました。おめでとうございます。いや、本当にありがとうございます。はい、ライブ、俺本当にもう行かなきゃな。そうだね、はい。なので、みんなで行ってきます。バイバイ。今日は密着です。あ、タイムマシンとかだけじゃないんだ。そうだね。今日はやっぱツアー初日じゃん。うん、その、今日何の日でしたっけ。一応は誕生日。ですよね。そんななんか誕生日だから。特に何とかそういう感じでもないでしょ。別にそのライブで特別なことしなきゃいけないってわけじゃないでしょ。ないね。まああのあれぐらいじゃない、その大型企画の発表ぐらい。うん、なるほどね。とか取れたらって思ったんですかね。そうですか。情熱大陸風にしておいてもらえれば。ああ、わかりました、わかりました。怪しいけどね。怪しいね、なんか。どういうこと。なんか仕掛けてる気がする。どういうこと。だってなんか綺麗だしね、服。ライブの時俺いつもこんな感じよ。あんま目立たないように。うん、まあ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 。怪しみながらやりますよ。密着慣れてない。そんな俺情熱大陸見たことない。もうちょっと今日の思い出も聞きたかったんだけど。このチャンネルで情熱大陸みたいなことが1回でもあったかって話。まあ1回だけだよ本当に。うん、ライブの意気込みだけ聞いて。28歳初めてだから、うん、まあ別に特に何も変わらないけど、うん、まあなんか初ツアー、このツアーでは初ライブだから今日が、うん、なんかやっぱ緊張するじゃん、うん、なんかしかも地元だからね、うん、千葉でライブだから、うん、なんかすごく楽しみだなと思うから、うん、まあ、あんまり緊張せず楽しんでライブできたらいいなって思います。皆さん応援よろしくお願いします。あ、もうこれ撮影終わらせようとしてる感じ。まだ撮る。いやまあとりあえずもうちょっとで会場ついちゃうから。うん、そうね。ワン、ツー、スリー、フォー、スペア。ワン、ツー、スリー、フォー、いかがでしょうか。はい、ということで到着しました。はい、舞浜アンフィシアター。はい、やってまいりました。やってまいりました。で、今ユーリは今リハに行きました。はい、そして今ユーリがいない。はい、なのにユーリチャンネルを回してる。ということはドッキリ仕掛けます。なんていうのか、今日は、はい、ツアー初日、はい、誕生日です。そうですね、ユーリの誕生日です本日。ってことは壮大なドッキリです。そうですね、なんか毎回ドッキリでやるたびに、うん、今までで一番でかいドッキリって言ってるけど、うん、わかる、この俺の甘噛み具合。これが多分ね、伝わると思う、緊張感。あ、まあね、確かに、うん、今回は大物ゲストを呼んでますからね。そうですね、やばいね。一応ざっくりだけ説明すると、ユーリのライブ中に大物ゲスト登場させてみた、はい、かな、うん、なんとなく空気感的には、はい、でもしかもユーリくんが結構大好きな、うん、そうだね、そうね。いや、めっちゃ驚くんじゃないかな。いや、緊張してきたわ。いや、俺らも緊張する。だって確かにみんななんか襟ついちゃってるもん。硬くなっちゃったから。そうだ、でもまあそれぐらいのゲストってことだもん、うん、ということで、はい、まあちょっととりあえず時間進めますか。そうですね、うん、それではちょっと楽しみにご覧ください。どうぞ。ダサッ。ダサッ。はい、お疲れ。お疲れ様です。リハ終わり。今日はめっちゃ声が出る、うん。あ、マジ、うん、めっちゃいい感じ。でなんかいい感じだったってこと。いい感じだった、いい感じだった。で、なんか舞浜アンフィシアターって、うん、こう初めて来たんだけど、うん、なんかね、ステージもすごいし、すごいね、本当にめちゃくちゃすごい、うん、そして、俺さっき見つけてしまったんですよ、うん、これ、見ました。あ、ビップ、うん、これは、うん、あれ、だって俺のライブだから俺ってことでしょうかなって。これは、え、違うんでしょ。卓球台とかでしょ、これ。いやいや、誰か、あの、なんつうの、お客さんの用じゃない。これ行きたいんだけど。まあ、今はいいよ、行かなくて。え、いいよ行かなくて。
行かなくていい？俺に、まあうん、いい俺ら見とくに。まあまあまあ、一旦、一旦、一回、後で行こうよ、マジで。まあそうだね、まあでも、ユリ、あ、まあ、ちょ、ごめん、マジなんだけど、ちょっと、うん、ビップ行かない方がいいんだ、今日。そうなの、うん、うん、まあ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 、まあ、うん、言いましょうよ。機械室戻っといてもらっていいですか。でも、今日予想以外の行動しないでもらっていいですか。今日、今日歌めっちゃいいよ。じゃあやるか。ミス。メイク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 。お願いします。やりましょう。木村さん、うん、さっきガブクビジのセキュリティ見た？あ、見た。見ました。俺も思った。あれなんなの？なんで外国人なの？って思った俺も。なんかさ、俺怪しいと思って。え、ここのライブハウスの人じゃなくて、あれ違うでしょ。だっておかしいもん、絶対。いや、思ったよ。なんかさ、タイムマシーンと、今日、天才にの人生、うん、あの曲のさ、結果発表の、うん、それだから飛んだのわかんないけど、それだからってさ、こう、俺今日家出てるとこから、ゲンタカメラ回してんだよ。うんうん、一緒に来たんだ。そうそう、一緒に来たけど。でも、撮る必要ないじゃんね。尺足りないとこ？いや、ないないない。MC も使うってなってんのに、ああ、まあライブも撮るだろう、ね、そうだから絶対、まあ確かにね、聞いてないの、なんか勘ぐるよね、俺聞いてないの、俺何も聞いてないよ、うわ、なんか怪しい、来てんの、誰か来てんの、俺来てる、まあ、外国人でしょ、さすがに外国人の人、俺ずっとその YouTube ライブでさ、ボンジュビ君じゃねって言ってたのよ。さすがに無理だと思うけど、なんか誰か来てんじゃないかなと思う。いや、ボンジュビは無理でしょ。ボンジュビは今日インスタ見たんだけど、それ投稿してなかったよね、うん、まあでもさすがにないと思う。え、さすがに、さすがにユーリチャンネルメンバーだとしてもそれは無理だと思う。本当に聞いてない。俺何も知らないよ。しかもさっきさ、これビップルみたいなのあったの、うん、そっちもさ、ちょっと気になるのって言ったらさ、ゲントの横浜で来て、まあ行ったのよくわかんないんだけど、今日はそっちは行かない方がいいかもって、今日は今日しか来ない人。確かにね。ゲントが用意したビップってわけじゃないからじゃなくて、え、でも逆にだって、じゃあゲントが用意してなかったら誰が用意するの？あっといってさすがにそれは無理だって。え、俺も思ったよ、最初あのセキュリティ見た時、なんで外国人なのって思ったよ、外国人って思ったけど、でもさすがによぎりはしなかったよ、うん、俺はなんか誰かが来てんのかな、え、誰が来てんの、じゃあ怖くない？でもあいつ下手くそだよさ。俺にバレてんのかって、うん、マジボンジョビとかだったら飛ぶでしょ。いや普通その人歌えないよね。え、俺も一緒になんかあの写真とか撮りたい。そしたらいや撮りましょう、みんなで撮ろう。すごい夢物語。みんなこんなラフな格好とかでライブすると思ってないだろうな。わかした。髪の毛そんなんでいいの？いいし、これつけたままで。これつけたままだったら入ってこないじゃん、曲。これ外していい？いいよ。ちょっと本番じゃないですか。本当だよ。緊張してる？いや、まだしてない。ナオコさん、笑わないでください。なんか不思議と全然緊張しない。普通に楽しみ。あ、本当に？ただ単に。まず、収録用のカメラが入っておりますので、あらかじめご了承ください。お願いします。それでは、間もなくお願いします。ああ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ツアー初日、よろしくお願いします。せーの、うりす。やろうな。お願いします。これ、ボンジュビ？うん。もうこれで流れたら、もう俺ら。
それ。ウィキングストーフォーラボーケンレイナー It's my life。 桜丸が台無しじゃない。こんにちは。こんにちは。どうも、ゆうりチャンネルです。もっと盛り上がってくださいなんかさ、全然嬉しくないんだよね。
あらかじめご了承ください。お願いします。それでは、間もなく開演します。ブルー、なんかマジで来たわ。モンテルじゃなくても誰に来てるの。さんは誰に来てないよ、それは。これは、写真はどのぐらいで撮る感じですか。タマさんが、タマさんに来てるよ。でも俺、出てくる曲は間違えたと思うけどさ。あ、まだって俺、カゴミから桜庭になるためにさ、ちょっと雰囲気変えるためにさ、小笑い撮ったのよ。撮りましたよね、皆さん。なのに、真面目に歌って、さ、この下でニヤニヤ笑ってたから。いや、めっちゃ緊張してたな。で、皆さん、いきますよ。うわ、トールすげえ、ありがとう。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。成功。確かに。ドキリ大成功ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。近日有名チャンネルの公開。こんなに出てないから、実際再生数取れないよ。大丈夫、するから。バブル。ありがとう。見ました、皆さん。はい、お疲れ様です。まあまあ滑ってませんでした。滑ったかな。入れたいかんすよ。めっちゃ盛り上がってたよ。そうかな。正直、俺は緊張で見えてなかった。何も。いやだよ、微妙じゃなかった。大丈夫だった。まあ俺の心的にはもうダダ滑りね。マジ。いやいや、だって俺ボンジョビやった。まあうすうす誰かを呼んでるなと思ってた。もうバレバレですよ。はいはいはい、はい、それはもう思ってた。はい、まあ作戦通りなんだもんね、それ。そうだそうだ。で、俺はボンジョビ来んだろうな、ボンジョビ来んだろうなって。ボンジョビ来ないだろうけど、なんかスター来んだろうなって、思ってたの。自分の桜まで歌い終わりました。前開きます。はい、あー、これね、わかったわかった。覗きます、はい、飲んだ。覗きます。ひげ頭。すぐ見えたのよ。それはすぐわかる。で、最初はさ、もうおいふざけんなともなんなかった。好きなキャラ歌ってください。飽きれんな。何見してくれんだっつったら、歌詞もワンフレーズだけだったから覚えてほしかったよね。これ英語読めないからしょうがない。適当だったの。まあ音で。で、あの信じられないぐらい恥ずかしそうな顔して、なんかジュンはなんか一丁前にやってたね。本当？ゆるチャンネルでやってたよね。3人的にはどうだったの。あ、何が。しかもね、誕生日バースデーソング歌ってくれて。そうね。いやいや、よかった。ありがとうございます。3人的にはどうでした。みんなやっぱ恥ずかしかったな、感想。僕が、あんな大舞台に立つことないから、まあ、初めてだ。しかも出方、俺より派手だし。うん、なんかね、より緊張する。映像かっこよかったわ。シューッと上がってくる。楽しみにして、まあ楽しみにしてます。皆さんもね、もう見てるんだもんね。そう、本当にね、すごく楽しかったです。これからも、28歳になってからも、ゆるチャンネル頑張っていきますので、皆さん、応援よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さん、また明日。チャンネル登録お願いします。